どうも皆さん、こんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。アマゾンの次は楽天だ。お得に買いたい楽天スーパーセールおすすめウイスキー追加の8000円ということでお届けしていきたいと思います。さて昨日公開した楽天スーパーセールおすすめウイスキーに続きまして、今回もさらにこれもいいなと思ったものを続編として紹介していきましょう。楽天スーパーセール、今回は控えめに言って神セールでございます。まず対象商品の安さが素晴らしいのと、それから送料無料が見受けられまして、実質 Amazon プライム会員で受けられる恩恵、送料無料がその Amazon よりもさらに安くなって展開されているものもありました。しかも期間が長いんですよね。9月4日の20時から9月11日の1時59分まで、この長期間で実施の楽天スーパーセールにおきまして、さらなるおすすめを紹介していきましょう。この動画が公開されたタイミングで概要欄コメント欄に一覧が貼ってありますので、ウイスキーの特徴は知ってるから早く知りたいという方はそちらもよかったらチェックしてみてください。今回は速報ということで、ウイスキーの特徴だったりどんな魅力があるのか、そこを中心に紹介していきます。なお選出は完全私の独断と偏見と経験と妄想でお届けしてまいります。すでにいくつかの人気銘柄は秒速で売り切れたりしますので、もしこれだと思うものがあれば概要欄コメント欄の方から光の速さでチェックしてみてください。なお重ねてにはなりますが、毎度こういったセール動画の前提としまして、あくまで楽天上で安くなっていたものを紹介しています。皆様がお住まいのスーパーや酒屋さんとの店頭価格とは異なる可能性は当然ございます。もし可能ならばこの店頭価格と楽天と比較して購入されるのがベストではありますが、そうは言っても在庫や値段は撮影当時のものですので、なくなったり値段が変わる可能性も十分ございます。ピンときたものはぜひとも光の速さでゲットしてください。それではお得に乗り切れ、楽天スーパーセールの世界へ飛び込んでいきましょう。さて続編1本目はこちらでございます。スコットランドのシングルモルトウイスキーグレンフィディック12年でございます。完全にね、中身がなくなっております。まず1本目は超定番のスコットランドのシングルモルトグレンフィディックですね。このグレンフィディック12年ですと、洋梨をはじめとした軽やかなフルーティーさがあって、他にもプラムのような酸味、口に含むとボリューム感のある麦の甘みが広がっていきます。まずはシングルモルトを飲むならこのグレンフィディック、もしくはグレンリベットの12年からといったお声もあるくらい、入り口には素晴らしいウイスキーですね。やっぱりこのグレンフィディック12年はハイボールが絶品です。今回のセールでは4500円から4050円とお安くなっておりました。ちょっと前まで3000円台で買えていたグレンフィディックは、最近はもう4000円台に仲間入りしてしまいましたよね。ただそんな中でも今回のセールでは4050円、4000円もほんとジャストに迫る勢いでしたので、今回はかなり狙い目なんじゃないかなと思いました。さて続いて2本目はこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキー、もう大安定の安心と安定のアンノック12年でございます。来ました、俺たちのアンノック、続アンノックでございます。毎回この安定した美味しさとソフトで素朴な香り、その飲み心地の良さ、さらにお値段もね、ちょうどいいんですよね。この4000円台で入手しやすいというところも素晴らしい、スコットランドのシングルモルトウイスキーでございます。まさかまさかで、先日のアマゾン季節先取りセールに続きまして、今回の楽天スーパーセールでもかなりお安くなってました。特徴としてはレモンや白いお花のような癒し系の香りを持っていて、そこまで何か突出した特徴が強いというよりも、いつ飲んでも飲み疲れしないようなソフトな味わいがございます。これはね、もう一言で言うなら本当に優等生なシングルモルトですので、一家に1本アンノックっていうのがそろそろ国会で議決されるようなので、皆さんも1本ゲットしておいてくださいね。ストレート、ロック、ハイボール、お湯割り、何でもいけます。今回は4200円からなんと3780円になってました。安すぎます。これは Amazon の方のセールでも紹介していたので、こっちの方が安いじゃんと思われたところもあるかもしれませんが、セールのタイミング的にね、Amazon からの楽天というところになっちゃうので、ちょっとこれはしょうがないところもあるんですけれども、いつも飲んでるしもう1本欲しいなとか、前回の Amazon のセールではちょうど切らしちゃってたし、今回は欲しいなっていう方は、今回この4000円を切るタイミングでゲットしちゃうのもいいと思います。本当にね、アンノックは1本2本あっても全然困らないですからね。何本あってもいいです。さてどんどん行きましょう。続いても1本持っておきたい、こちらブレンデッドスコッチウイスキーバランタイン17年でございます。やっぱりバランタイン17年はいいですよね。本当にこれが1本あるとすごいね、安心感があります。続いてはブレンデッドスコッチウイスキーでも大人気なバランタイン、その中でも17年を紹介していきましょう。よく贈り物とかでも選ばれる人気ブランド、この17年が結構お得に出ておりました。先日のアマゾン季節先取りセールでも安くなっていた銘柄でして、今回楽天スーパーセールの方がまさかのお安くなっておりました。そのお値段、先日のアマゾンのセールでは6249円だったんですけれども、この楽天スーパーセールでは
元値6500円からなんと5850円。これは安いですね。なかなか見ないお値段でついに6000円を切っておりました。前回諦めた方、今回はチャンスでございます。香りは華やかなバニラですとか青りんご、かすかなスモーキーフレーバーが効いていて、そのバランスの良さからまさに不動の人気を誇る贈り物や贅沢な家飲みにも人気な銘柄でございますので、ぜひ迷っていた方はこの機会にゲットしてみてください。さて続いて4本目はフルーティーさとちょっと個性的な魅力を持っているこちら、シングルモルトスコッチウイスキーノッカンドゥの12年でございます。ノッカンドゥはね、今まで紹介してきたウイスキーと比べるとちょっとマイナーな部類にはなると思いますが、これもねぜひ飲んだことない方には試してみてほしい一本です。隠れた名シングルモルトですね。ブレンデッドスコッチウイスキー J&B に使用されているウイスキーの蒸留所としても知られております。これ一言で言うとね、リンゴ感がすごいんですよね。フレッシュなリンゴ、もぎたてのフレッシュリンゴっていうよりかは、さつまいもとかと一緒に焼き上げたようなパイやタルトのような、そういう焼き菓子的なリンゴの要素が強くて、香りのトップがすっごく甘みが詰まってるんです。そして意外と口に含んでね、この味わってみると穏やかで優しいシングルモルトかと思いきや、粉っぽさとか穀物感、ちょっとナッツのような要素が見えてきて、意外とねこの余韻にボリュームとか存在感があるんですよね。今回の価格としては Amazon では4978円が最安値でほぼ5000円だったところ、この楽天スーパーセールでは元値が4346円、そこからなんと3911円でした。これもかなり安いです。4000円切りましたね。なかなかこのノッカンドゥがそんなに安くなってるケースってあまり見ないので、飲んだことない方がトライするには今回がいいお値段だと思います。ノッカンドゥぜひ試してみてください。さて続いて合計5本目がこちら、ちょっと癖のあるアイラ島のウイスキー、スモーキーフレーバーが特徴的なスコットランドのシングルモルトウイスキー、ボーモア12年でございます。ボーモアもいいですよね。1本なくなると、あ、買い足したいなって常に思ってる銘柄でございまして、私も先日のセールで買って大事に1本取ってあります。続いてはスコットランドのアイラ島の人気蒸留所、そしてアイラ島最古のボーモアでございます。特徴としては魚介だしにこのレモン果汁を絞ったような特徴的な香りと磯の香りが効いていて、まさに海を連想させるウイスキーですね。今回の価格改定では4800円から4320円となっておりました。 Amazon ではだいたい4700円から5200円くらいで出ていましたので、それと比べてもかなりお手頃ですね。ボーモア大好きで家飲みでよく飲むという方は改めてチェックしてみてはいかがでしょうか。さて続いてのウイスキーも魅力的なボトルでございます。こちらスコットランドのシングルモルトウイスキー、オールドプルトニー12年でございます。こちらがね新ボトル現行品で、こちらが旧ラベルなんですけれども、この楽天スーパーセールでは旧ボトルの方が掲載されておりました。新旧どちらが届くかというのはちょっと不確実なところではあるんですが、念のためちょっとね旧ボトルも一緒に紹介していきます。続いてはスコットランドハイランドに位置をしていて、ほのかな塩気とバニラ、甘い蜂蜜のような個性が詰まった、こちらも海を感じさせるキャラクターが魅力のオールドプルトニーでございます。ずんぐりとしたねこの大きなポットスチルを使っていて、オイリーでしっかりとした厚みのある美味しさを楽しめるんですよね。何よりマリタイムモルト、海のウイスキーとしても語られております。このかすかなミネラル感と塩気がより甘みを引き立ててくれますので、個人的にはそのままストレートで味わっていただくか、甘く味わいたい方はハイボールも美味しいです。先日の Amazon のセールでは4417円とこれもねかなりお手頃だったんですが、今回の楽天スーパーセールではこちらの旧ボトルの掲載がされておりまして、なんと3700円とお安くなっておりました。これは安いですね。久しぶりに4000を切るお値段で見ました。ただ写真が旧ラベルが掲載されていたので、もしかしたらそちらが届く可能性がありますけれども、新旧どちらも好きという方はよかったらこちらもね楽しんでいただけると嬉しいです。さて続いて合計7本目はこちらの棚に隠れている銘柄でございます。それがこちらまさかの1本、シングルモルトスコッチウイスキー花と動物シリーズのインチガバー14年でございます。この都鳥ちゃんが可愛いですね。いやーまさかねこのインチガワーが安くなってるとは思わなかったです。こちらに関してはディアジオ社、旧 UD 社が所有していた蒸留所のシングルモルトがこの独自のラベルでボトリングされていた通称花と動物シリーズの1本でございます。その中のこのインチガワーは個人的に花と動物シリーズの中でもオスロスク、グレンロッシー、マノックモア、リンクウッドと並んでおすすめの一つでございます。この蒸留所はブレンデッドウイスキーベルをはじめとしまして、ブレンデッドウイスキーへの原酒供給がメインの蒸留所として知られています。この特徴としては塩気の効いた香りにオイリーでクリーミーな味わい、ほのかにマスカットを連想させるようなフルーティーさ、かなり綺麗な透明感のあるフルーティーさも見えてきて、このフルーツ感と塩気が絡んでいて余韻がすごく長くてね、これもおすすめです。
そこで今回は Amazon では9380円から9980円くらいのところ、楽天スーパーセールでは9950円からなんと8955円までお安くなっておりました。なかなかお手頃になったとはいえ、ボトルの値段自体が8000から9000くらいですから、そんなに安いといって手を出せるものではないんですけれども、気になっていた方ですとか、花と動物シリーズ飲んでみたいという方にはとってもおすすめなボトルでございます。さて、それでは続編最後の1本、合計8本目を紹介していきましょう。それがこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーでも熱狂的な人気を誇るアードベックからウーガダールでございます。なんとこのウーガダールもね、今回安くなってたんですよね。びっくりしました。続けては最近めっきり店頭では見なくなってしまった、価格改定の対象となったアードベックブランドからの1本です。アードベック10とかよりもアードベック5年とかは見るんですけどね、それ以上の値段とかクラスのものってなかなか見かけにくくなりました。このウーガダールに関してはアードベックブランドの中でも大人気の1本でして、スモーキー系のタイプで言いますと深い甘みが広がっていく深甘、深スモーキーな1本ですね。アメリカンオークダルで熟成された原酒とシェリーダルで熟成された原酒が組み合わされていて、余韻にかけてのリッチな甘みが素晴らしいです。くすぶった炭とか冬の湿地帯だったりとか、ナメシ川を連想させるような暗くて深い香りとスモーキーさがゆったり広がっていって、結構この厚みのあるスモーキーさがあるんですけれども、どこかね、やみつきになるんですよね。今回のセールでは1万200円のところ、なんと9180円とちょっとお安くなっておりました。もともと Amazon の方では9200円から9900円くらいで出ておりましたので、これはね、少しでも安く買いたいという方はチャンスだと思います。いつまでもオフィシャルで出続けるかわからないというところもね、今後どの銘柄にも言えますので、今のうちに1本確保していくのがいいと思います。私が常にこう描いているのは今が最安値っていうところなんですよね。毎度お伝えしていますが、お金は失っても取り戻せますが、ウイスキーは失ったら再現できないですからね。なんかそれっぽいこと言ってますけれども、これはまさに真理マリでございます。さて、続編はいかがでしたか？今回はね、ほんと激アツなラインナップばかりがお安くなっていて、この楽天スーパーセール、ほんとね、神がかったセールだと思います。特に大人気のアードベックだったりとか、それからボーマーバランタインだったりとか、さらにもうしょっちゅう売り切れちゃってるんですけど、クライネルシュの14年なども出ておりましたので、ご自身の目でもチェックしてみてください。前回の動画と今回の動画で紹介したウイスキーは概要欄、コメント欄に貼ってありますので、それぞれチェックいただけると嬉しいです。またこれ買ったよとか、これもお得だったおすすめっていうのあれば、ぜひともコメント欄に書いてってください。皆さんの購入報告も楽しみにしております。このように私のチャンネルでは、家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別ウイスキーまとめ紹介など様々な動画を上げております。今回の動画参考になりましたら、ぜひともグッドボタン、それからチャンネル登録で応援いただけるととっても励みになります。またメンバーシップ機能もありまして、メンバーさん向けの限定ライブや限定のプレゼント企画などもやったりしております。セルジオの隠れ酒場、概要欄、コメント欄に貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い飲みライフを。またね。そして番芸編の方では最後ね、これもちょっと紹介しようか迷ったんですけれども、シェリーダル熟成タイプのウイスキーということで、こちらグレンファークラスの15年、これもねかなりいいなと思いました。個人的にグレンファークラスのオフィシャルボトルでも特に好きなのが、このシェリーダル熟成の個性がはっきりしていて、バランスの良さが味わえる15年なんですよね。アルコール度数がちょっと高めに設計されているのもいいですし、何より当時はお手頃なお値段で買えました。ただ最近はこの Amazon でも1万円超えているっていうところですとか、一気にグレンファークラス手に入れにくくなっちゃいましたよね。ただそんな中、今回では Amazon では1万円くらいだったんですけれども、楽天の方では8900円からなんと8010円までお安くなってました。いや、これはいいですね。なかなかこの値段では最近見なかったですし、グレンファークラス15年のバランスの良さだったりとか、このベリーソースやチョコレート、シェリーダルの個性もはっきり感じられる魅力、ぜひ味わってみてほしいです。オフィシャルボトルのグレンファークラスの中ではかなりね、まとまった味わいだと思いますね。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またね。よろしくお願いします。